はいどうも、秘密結社冬神総帥ハッチでございます。今回はアネモネステークスということで、中山11レースのリステッド競争3歳牝馬のレースですね。上位2頭に桜花賞への優先出走権が与えられるというトライアルレースということでね、まあなんとかここを勝って桜花賞に出てほしいなと。まあそしてね、今回なんかはフィリーズデビューも同じ日に、阪神のメインはそちらということになるんで、まあそうなってくるとね、実はもうフィリーズデビューと中山牝馬ステークスダブル登録の馬が多くて、1勝馬なんかはまあその結果ね、抽選による振り分けみたいな感じでしたね。まあ1頭ね、ちょっとあの除外になった馬がね、阪神関西から中山への遠征を嫌って、まあ平場の方のレースに出たりもしてましたけれども、まあその結果アネモネステークスの方が15頭立てフルゲートにならなかったということは、まあこれはね、くじによる振り分けだったというふうにもね言えると思います。そしてその振り分けだったということを考えると、まあ、桜花賞の権利を取るためにはですよ、フィリーズデビューっていう、まあ、重賞のタイトル欲しいなっていうのはあるんだけれども、こうやってね振り分けられた中でラッキーだった馬、まあ、こっちの方が良かったなっていう馬もいるんでね、そういう馬を軸にまあこんな風に考えております。というわけで今回は11番のベッラノーバ、まあ、こちらを軸で考えています。まあ、あのフェアリーステークスだったかな、いい末脚を見せてくれてね、3着に突っ込んできた、もうちょっともう一息、まあ、そしてね、おばあちゃんのベッラ、レイヤーもね、あのフローラステークスを買って、まあ、そしてオークスでは残念ながら抜け出したところを刺されてしまったんですけれども、まあ、その無念を晴らしてほしいなという、ね、個人的な思いもあります。おばあちゃんのベッラレイヤー、そしてその父成田トップロード、まあ、そしてさらにその父サッカーボーイとダービーオークスを一番人気で負け続けてきた血統なわけですよ。そしてその孫、まあ、なんとかね、ここで少なくとも賞金加算して、ここ勝っちゃえば多分オークス出られるんで、まあ、まずはね、ここ勝ってちょっとオークスまでは頑張ってほしいなということでね、一番人気はいらない、一着は欲しい。まあ、そんな感じで、まずはここは通過点にしてほしいなというふうに思っております。まあ、そして5番のルチェカリーナ。現在ネット競馬想定3番人気ということでね、まあ、2勝そしてオープン3着と実績はあります。ディスクリートキャット3区ってことはダートが良さそうだなって気もしてくるんですが、芝でちゃんと勝ってきて、ここまでね芝を使ってきてのこの成績ってことは、まあ逆に言えば力がいる馬場が良さそうだなとも言い換えられるんで、まあね、力のいる芝でここで権利を取るってことは十分あるんじゃないでしょうかというふうに思っております。まあ、そして6番リュクスフレンド、まあ、前走でね、ようやくといった形の未勝利勝ちではあったんですが、まあ、時計は優秀です。まあ、2月にようやく勝ち上がったって点ではね、マークが薄くはなっていますが、まあ、優秀な時計で勝ち上がってきたことを考えると、もう一回期待をしてもいいんじゃないかな、なんていうふうに、ギリギリ間に合った、なんていうふうに思ってもいいかなというふうに思います。まあ、そして8番、アナザーリディック。まあ、休み明けのね、前走、このコースで特別戦2着と、健闘をしております中山マイル、良さそうですね。まあ、そして間隔を空けてここ目標で仕上げてきたと見受けられるので、これはね狙いどころかななんていうふうに思っております。まあ、そして10番レッジャードロ、ネット競馬想定4番人気ということでね、クイーンカップ、まあ新馬が直後で重賞挑戦っていうのはね、なかなかきつかったと思います。馬体も小さな牝馬ということを考えて、まあ、ちょっと残念な競馬にはなってしまいましたが、今度こそ、まあ、ここでね2着に来れば藤田奈々子で桜花賞へって形になりそうなのでね、まあ、それはそれで競馬の話題的にも盛り上がるなということで期待をしていきたいと思います。まあ、そんなわけでね、こういった形で予想動画上がっておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。アネモネステークスはね、こちらのメインサブチャンネルです、フレガムスポーツで上がってますが、桜花賞トライアルフィリーズデビュー、まあ、そしてですね、金庫賞と、こちらのメイン、笛神 TV の方でね、別のチャンネルで上がってるんで、そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。